今週の狙い物のコーナーです。今日は漆山くんが来てくれました。有価橋の方から遠い隣のフロアから隣のフロアじゃない向こう側からね、来ていただきましてよろしくお願いします。先週はなんか重賞2つとも当たったそうで、いやいや珍しくそんなこともあるかなということで、えしょっちゅう当たってんのちゃうの。いやいやいや本当はしょっちゅうにしなきゃいけないんですけどね。まあね、まあ、今週は片っぽを外してしまいました。あでも西田さん無印だったんで、なんか難しいですね、はいはい、クイーンステークスは横山さんが花に行った瞬間に勝てると思いましたテレビ見てうなってました今週も頑張ります。はい、はい、新潟の方はね3歳のダート重賞、はい、レパードステークスですが、はい、注目は何といってもピカリスかなと思うんですけど、漆山さん。そうですね、あのベルモントステークスをね、まあ、出走取り消しという形でね、うん、あの帰国しての初戦ということでね、仕上がり具合がね焦点かなという気がするんですけれども、使ってて何もなくって無事で使ってれば勝てたかな。かなりいい勝負になったんじゃないですかね。やっぱり勝てたよな。うん、俺も勝てたと思います。はい、ね、7月の20日かな帰ってきたのが、ね、日本にね、で27日の日に1本やって、まあ今週最終多いですけども、まあその動き次第かな、まあ結構動くと思うんで、ね、まあそうですね、先週も多分まあウッドコースの一番時計だったと思うんですけど、65秒5だった確か、動いたのね、うん、まあこれまでのね、うん、まあ、日本ではまだ負けてないということとね、そうそうそう、勝ちっぷりがねやっぱ強烈なんでね、うん、このメンバーではねまともなら抜けてる存在かなと思いますけどね。あ、ルメちゃんもねわざわざねこのために新潟にこの日来てくれるんで ね、ルメちゃんもすごい気に入ってるらしいんでね、うん、はい、まあこれはどんな競馬するかっていうか、まあ注目なんですけど、まあ個人的には勝ちっぷりに注目したいなっていう気はしますけどね、うん、はい、他は何。そうですね、あとはまあ例年ね好成績に残しているジャパンダートダービー組ですか。はい、まあ、今年はあのね、あの南関東の東ウィルウィンに負けちゃったんですけれども、はい、まああの追い込み堅実なねタガノディングオですとか、まあ、はい、先行するノーブルサターン、うん、そうですね、はい、このあたりですかね、ジャパンタダダダビングだとね。ハルクのテソールとかどうなの。そうですね、やっぱりこのね、天八になってどうかですよね、やっぱ。あー、そうね、東京の戦力が良さそうだから ね、やっぱファスリーフっていうとね、うん、あのまあ調教師のね、高木先生もおっしゃってましたけど、うん、どうしても、ね、やっぱちょっと短距離向きというイメージが強いんでということでしたよね、うん、あの、清流ステークスに買った時も、あの2着の時も前のに目処がついたって言ってたからねあと 200m 伸びるのかどうかなっていうところはありますけれども、まあ、あのその次のね、ユニコーンステークスはサンライズソア、そうですね、ノバだっけこれ、あ、ノバのね、2着だって、まあ堅実は堅実ですからね、まあこれもちょっと乗り方一つかな、距離はっていう感じはしますね、うん、あとは気になるところではスターストラック。あ、そうですね、小馬相手のね1000万買ってきた馬っていうのはね、うん、函館帰りね、うん、函館帰りは狙えっていう昔からの定説が、あ、そうなんですか、あるでしょ北海道外野狙えって、あ、通称北海道でやってきた分元気あるよという、そう、そういうのもあるんでね、まあこの辺とかね、あとはアディラート、あ、そうですね、900万口ではね、これもね、まあこの前の中京の時の高ラン系特別はねもうちょっと買ってほしかったなって気がするんですけども、それでもまあ堅実だし三歳馬同士だったらっていう、そうですね、まあ、ヒアシンステークスでね、うん、まあ、結構エピカリスもね、いい競馬してたんでね、そう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 、まあ、このね、タゲタガジョッキもね、このために新潟来るんですからね、そうですね、豪華ですね、今週豪華ですよ、もう豪華なんでね、岩田ジョッキもテンザワールド乗ったりね、いろいろありますからね、本当、まあそういう面ではね、ちょっと注目したいな。まあこれが、ね、クレじゃねえや、秋の G1 のね、ダート路線とかにつながってもいったりね、まあチャンピオンズカップとかね、あの辺にもね、JBC クラシックとつながっていくかもしれないんでね、注目したいですね。はい、はい、あとは小倉です。はい、小倉記念です、ね、小倉記念です、先ほどハンデが決まりましてはい、トップハンデはベルーフの57ですね。はい、57ですね。で、ウルスさんは何ですか。そうですね、僕はちょっと穴っぽいところでまたケイティプライド狙ってみたいかなという思うんですけどね。あ、ハンデ戦で狙うしかない、この馬。そうなんですよ、小回りの、ね、ハンデ戦っていうのは、ね、この馬の一番ね、あの活躍できる場所ということでね、忘れた頃に突っ込んでくるからね。函館記念もね、結構面印つけて狙ってたんですけどね、うん、ちょっと道悪にね、うん、殺されたかもあったんで、はいはい、まあ、小倉の絶好の馬場で見直したいかなという気がします、ね、なるほどね。私はね、
私はもうストロングタイタンですよ。あ前走の時でもね、ここ買ってこあの小倉記念へって原稿に書いてみるぐらいなんで、あ写真通りになりました。写真通りになったんでね。まあ、あのこの馬だってね、能力、重賞いつ買ってもおかしくないぐらいの馬なんで ね、はい、ハンデもね、55ならまあまあでしょ、うん、まあ予想通りっていうか、想定内でしょ、はい、あとはね、気になるのはサンマルティン、そうですね、54キロ、うん、はい、戸崎ジョッキーが行きます、小倉初参戦です、ね、これで勝てばね、JRA 全重賞重賞制覇、サンマルティンね、これもね、信楽にね、行って、そこから直接、小倉競馬場に入球して、何競馬なんでね。三保から輸送するより全然負担は少ないんで、ね、うん、そうですね、うん、まだね関東は勝ったことないですよね小倉記念ね、そうそう使いに行く数も少ないからねそうですね、はい、まあこの辺がちょっと気になるかな、あとまあベルーフ、あとボージュ、この前ボージュねもうちょっと頑張れるかなと思ったけどね、うん、そうですね、結構ねペース早かった点もあるのかな、うん、そう見直したいな、あとのボージュ、うん、あともう一頭関東は退場してシャドーパーティー、そうですね、堀厩舎ですよ、うん、怖いですね、そう堀厩舎も毎年ね大体小倉記念使いに行ったりしてますからね、滞在で、はい、これとかね、あとはもう達豪劇とかスピッツミノルとかバンドワゴンとかいますけど、 まだ難しいよ、またこれは、ね、これはハンデ重賞ですし、ね、うん、ハンデ重賞だしね、枠順考えてね、あとこう並びとかもいろいろ考えてね、ギリギリまで悩みたいと思いますね、はい、はい、今日はこんなところです、はい、以上です。